皆様こんにちは。今回はアレトゥサ通りの猫さんのお宅に行ってみました。行ったんですけど、猫さんたちだいぶどっかに外出してるみたいなんですね。まだ帰宅してないみたいだったんですよ。なんか気温が低くなりまして、どこかで人間のお友達のところでゆっくりしてるのかなってちょっと思いました。はい、今はですね、そうですね、5時くらいです。夕方の5時くらい。まだそうですね、猫さんたちは外歩き竹縄だと思いますよ。ギリシャは秋冬になるとなんか湿気が多くて雨が降ったりもするんですよ。で、夏はなんていうか、畑とか野原とか全部枯れ草だらけなんですけど、冬になるとなんか花が咲いてたりするんですよ。本当にびっくりします。水分って大切だなと思いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録をお願いします。